皆さんこんにちは、ミラクレです。ということで今回も電波人間の RPG フリーやっていきたいと思うんですけども、今回もですね、Wi-Fi コリシアムの方をやっていくんですが、今回ね、装備をちょっとね、結構ねノロノロね特に中心的に変えましたので、今回ね紹介しながら、紹介して Wi-Fi コリシアムやります。はい、ノロノロね、ヴィランマスク復活につけなくなったんで、まあ、ちょっとねノロノロに、ね、つけて、多分ノロノロが最後の本とかね、ノロノロが使い終わって、まあ、相手をマイナス5とかにした時に、した時用に、まあ、一応アタック重視としてできるように、まあ、ヴィランマスクつけて、これね、状態値でプラス3もね、上がるので、これつけてやってます。でね、ちょっと腕装備はね、ちょっとタッカーさんを申し訳ないですけど、真似したっていうかね、ちょっと、真似しました。これね、ジムに対しては光線銃って、耐冷 1.4 のシールド虫、これ強いですね。なんかジムに持ってたんで、1個、ちょっとこれつけてみます。はい。で、首装備も、上の文章でね、2回打てるようにしてます。背中は鋼鉄ロケットで、まあ、状態してプラス9にしてるって感じですね。まあ、かばやかにはね、ノロノロしないんで、はい。で、足装備、邪神出して、まあ、全ガード、15% の、風格マックスまで上げてるって感じです。で、これで、まあ、入手タイトル上がってないけどね。まあ、これでクリティカル70あるんで、まあ、クリティカル70ありながら、耐冷もね、1.4 あるんで、まあ、強いかなと思って、こんな感じで、今回ね、やっていきます。あとは、多分変わって、出ないかな。うん、変わってないと思います。特に、はい。あ、そこの4月前だけ首を夢色ドラゴンの飾りにして、属性耐性、前なんだっけ、前ゴルゴンの首輪だったんですけど、まあ、変えてね、まあ、夢色ドラゴンの飾りでね、まあ、一応風格ね9までつけて、マックスにしたって感じです。あとは変わってないですね。はい。ってなわけで早速いきましょう。よし、行きましょう。さあ、ヤマシンさんです。行きます。なんかね、どうもね、電波の調子がまた悪くなったんですよね。なんでだろうな、なんか。何回かエラー発生したんで、なんかなかなか出なかった。まあいいや、います。タッカーさんと当たったんですけど、なんかエラー発生して無理だったという。まさかのね。ちょっと。苦戦したわ。よし。5平分か。耐えます。そして、エンジェルライカー。まあこれはね、まあまあまあって感じ。よし、ナイス。貫通入るの最初から早ってか、すご最初から貫通入るの。うーわ、マジか、一気に止められた。ただ氷結生きてる、氷結は生きてるけど、マジか、狙われるか。いや、てか普通に撃たれたわ。やべ、全員止まった。ちょっと待って、まずいんじゃない。いやー、もう最速には勝てないんでね、素早さ、迅速だと、やっぱどうしても。これはきついか、だいぶ。最初から。最初から結構相手の方が有利にはなってるけど。いやー、迅速眠った。もう、かばやくいないんだよね、こっち。もう全員止まっちゃってるんで。きついな。3000、ちょっとやばいって、ちょっと。やばい。いきなり、これ、いきなりやばくね、これ。いきなりやばいって。ちょっと待って。いきなりノロノロかけられたしさ、復活の HP がもう1485ってめっちゃ減ったんだけど。これ嫌な予感するな。すぐ負けるかもしれない。ちょっと待ってくれよ。マイナス5になったし、やばいな、これ。嘘だろ。マジで。マジでっていうか。待って。そんな聞いてない。聞いてないよ。いやー、やられしな。やばいな。まずいな、これ。あぶね。ナイス。強烈。これはかばわないか。一応、かば役いるんだけどな、何か。ナイス、かばい。これはかばってほしかったね。ただ相手にジルーラいるからね、これちょっとまずいんじゃない。だよね。やばい、終わった多分終わった、これ。うわー、やばい、終わった。そいつ、あー、動き止まなかった。オッケー。でもエンジェルラもう一回いるよね。うわ、やば、これ。めっちゃ強いやん。嘘でしょ。おー、ナイスナイス。ここで止まんないのでかすぎだろ。
マジか。ナイスナイス。あー、復活のも来てるけど。あ、ナイス。そっちでも来て。あー、危ない危ない。食いつかれなかった。運が良すぎるよ。なんだかの復活止まったら、よーし、でかい。だいぶでかい。これはでかいんじゃないの？復活が止まんないで復活できたらマジでかいじゃん。283だけど、残りの HP。これまずいっすね。だいたい加速入ってんのか。うん、かなりまずい状況であるけど、相手で削れたいのが HP が全く。やばいな。かなりやばい状況。よし。まあ、回復だけはしたい。とりあえずね。さあ、そうなる？変人表現となるか。カバー、OK。次やられちゃうけど。ナイス、カバイ。お、あー、やれるか。さあ、そして5ヘブンが来るのか。最初のね、あの、アタッカーのクリティカルがエグかったな。ちょっとまずいかもしれない。てか、かなりまずいよな。どうからどう見ても。さあ、エンジェルフライ、これちょっとピンチだな。どうしよう。どうしようも何も。あー、回復止められるし、やばいな、これ。で、貫通入れたら、これまずい。うー、入んない、入んないけど、もう一回エンジェルフライいるよね。うん、これは大丈夫なんだよ。ただ、もう一人いなかったエンジェル。あ、いないか。あー、危ない危ない。耐えた耐えた。おーおー、え、奇跡でしょ？え、奇跡じゃないこれ。HP 今66なんですけど、2回とも避けたよ、クリティカル回避20で。え、これ奇跡じゃない？やばくね？え、奇跡すぎない？なんかさっきからエンジェルフライ、エンジェルフライって 40% なんですよ、確率止めるの。2回、3回か。全部回避してるし、奇跡的に、受け流しってかで、なんか、66で残ってるんですよ、今体力。あ、やられた。やられたけども、奇跡じゃない？でも、これ。今のさ、クリティカル、アタッカーのさ、クリティカル、2回ともさ、回避20パーで避けて、ギリギリ60とかで耐えるのすごいかね、これ。これやばいな。マジか。すごい奇跡が起きたぞ。まあ、復活ちょっとやれちゃったんだけど、最終的には。え、これは奇跡、マジでマジで。やばいやばい。これはナイス。やばい、あー。あーって感じ。あーって感じですね、もう。ここまで来ると。うん。でも奇跡が起きた。やばい奇跡。すごいな。マジで奇跡だ。運がいいのか、なんのか、なんていうのかわかんないけど。まあ、運がいいんだろうね。これ嬉しい。センゼル。やれちゃうな。ノロノロ。ノロノロかけるけどって感じかな。素早さ一応落としてるんだが。さあ、5A 分か。AP なくなったね。あ、やれた。まあでもすごい奇跡な的な風になったらいいんじゃない？この試合は。まあ、負けちゃうけどさ。いや、マジで奇跡でしょ。びっくりした。もう2回ともだって、避けるんだよ。2回ともアタッカー 20% で避ける。プラス、エンゼルフライ、貫通されてんのにもかかわらず止まらない。全然止まらないっていう。で、受け流しで、まあ、最後やれちゃったけど、でもそれでもやばいよ。すごい耐えたよね。すごいすごい。これはすごい運がいい。うん、マジですごかった。っていうわけで、ちょっと最後アタッカー、あー、ナイスです。クリティカル出て。まあ、やられちゃうかな。アタカじゃないの。ノロノロね。いや、でも、まあ、この試合すごい奇跡起きたよ。十分。さあ、秘密なのか。うん、十分いいと思います。まあ、秘密なのでやられちゃうと思うんだけど、秘密なのでやれないか。ゲンガード強いな、やっぱ。はい、ってなわけでね。まあ、奇跡起きたんですが、まあ、負けちゃいましたね。はい、それでは。あ、それではじゃない。
次の試合行きます。はい、ってことでね、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとスタチケね1枚使って、まあ、マックスでやったんですけど、ちょっとね、あの強い方なんか時間経っちゃったからか、ね、なんか出なかったし、なんかレリパーばっかだったんで、ちょっとね、今回はちょっとすいません、あの1試合だけで負け試合だけだったんですけど、申し訳ないんですけど、まあ、今回はここまでにしようと思います。まあ、次回の動画でまた多分このノロノロ使って同じ装備でまたノロノロね使った動画多分出すと思うので、まあちょっとその時にね期待してください。まあ今日はちょっとだいぶ奇跡っていうのはね起きたので良かったです。はい、まあ、運が良かったのかね、まあ、ちょっとまあ最終的には負けたんですけどね、まあちょっとねめっちゃ復活されてくれたというね、はい、感じです。はい、それではここまでのご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。